すごい、なんだろう、何かがもやっとはしている。直せこ、4日前で。それはあっていいと思いますけど。人間関係ってやっぱ一瞬で崩れるんだな。そうなっちゃうよね。俺だけが知ってるこの面白いものをお前らに教えてやるよっていうつもり。漫画家志望の人はみんな見た方がいいね。本当ですよね。まだ見ぬ明日に照明、人の宿命は照明。第一課題は4ページ漫画、第二課題は読み切りネームとキャラ絵、そして第三課題は、さあそれでは第三課題の内容を発表したいと思います。第三課題は読み切りネームプラスキャラ絵です。第三課題は第二課題と同じく読み切りネームとキャラ絵。同じだね。しかし今回は条件がある。条件ございます。何？今回はお題とページ制限が加わります。お題が、まずお題を発表します。お題は能力バトルです。今時漫画といえばだ。そうですね、漫画といえば。そういうことか。多くの人気作品が扱う王道かつ難しいジャンルが能力バトル漫画。これを55ページ以内、3週間で仕上げてもらう。果たして第3課題を制するのはどのタッグか。はい、ということで第3課題、読み切りネームとキャラ絵の制作に挑むということで、今回はお題が能力バトル漫画、そして55ページ以内のページ制限があるということですね。皆さん好きな能力バトル漫画あります？でもそれで言ったら、あのヒロアカですか。ありがとうございます。あ、そうだね、前回やってくれたわけだからね。お茶子さん、ヒロアカっておもろいな。おもろいよお前。今回前回の第2課題で見事ランクインした藤田さん、林さん、ギザ猫さんの VTR を見ていきたいと思います。はいはい、林さんはあんまりバトル漫画の印象ないです。確かにね。藤田さんもどっちかっていうとなんかこう実写化できそうな、はい、あったかい、はい、人間ドラマのイメージが強いので、実写映画したらすごい反響を呼びそうなタイプの作品。そうですよね。ギザ猫さんバトル漫画が得意ではない。ギザ猫さんもなんだ。トップ3が確かに得意じゃない。苦手なんですね。それでは、VTR いきたいんですけども、さくらさん、じゃバトルを意識した VTR 振りをお願いします。では参ります。ガンヘッドマーシャルアーツ。まだ技は見たことない。どうぞ。第2課題でランクインした3タッグ、一体どんな能力バトル漫画を書き上げるのか。林とタッグを組む畠山も能力バトル漫画は未経験。大変だね。意外と感情描写大事ですね。あんまりないものだからこそのプレッシャーがすごい、ね、ちょっと未知の領域すぎるから。そうなんですよ。もうどうやろうか。ちゃんと理屈を通して感情の流れに乗っかって話を作るっていうのはもう大事にするべきだなと。で、その第2課題までを経ての挑戦する、こうある種自分たちで課してる課題としては、オチの物足りなさを解消する、うん。前回2位を獲得したものの、選評でオチの弱さを指摘されていた2人。苦手な能力バトル漫画とはいえ、今回は驚きがある作品を作りたい。あ、なるほど、オチにこだわりたいわけだ。兄弟の双子がこの世とあの世を生きていける能力があったとかして、あの世のおばあちゃんに会いに行くんですけど、実はこっちが死んでしまっていたとかっていうのだったら、家族愛みたいなところを使いながら書けるかな。バトル、そっか、バトル。この世とあの世を行き来できる双子が敵とバトルしながら祖母と再会を果たす、家族愛をテーマにしたバトル漫画を作りたい。しかし、なんだろうと、設定が重い気がするのかな、すごい、うん、何かもやっとはしている。能力バトルっていうものが遠いと、現実世界の方でずっと書いてきた私が能力バトルを書いた時の個性ってなんだろう。
全く読んでないわけではないというか、むしろ私もまあ少年漫画も好きで育ってきた人間ですし、自分がわ見たことないって思えるファーストインプレッションみたいなところを大事にしたいなって、編集が最初の読者であるので、今回に関しては今まで以上に読者の畠山みたいな部分を出した方がいいのかなって思います。なるほど、一読者の意見大事だね。寄り添う、その後もストーリーの骨格であるプロット作りを行う林畠山タッグ。刀にするんだ。なんか2人とも刀だと同一個体感が強まりすぎちゃう。うん、初めて聞く単語だ。人によって出てくるものが違うってした方がいい気がするな。双子だけど似て非なる存在みたいな。ネームにしたら結構変わりそうな気がする。うん、ちょっとふわっとしてでも。しかしそれから何日経ってもストーリーがまとまらず、ネームは完成しなかった。今ほんまに何もしてないんですよ。あのみんなもうやってるですよね。みんなやってるんですけど、僕ずっと映画見てますけど。あらららら、余裕だな。何してるの？映画や小説、あらゆる媒体から能力バトルに必要なスキルをインプット中。なるほどね。とはいえ締め切りまで残り3週間、ここから巻き返しができるのか。課題がもう僕に追ってないんで追ってないっていうか、多分リンさんも思ってるんちゃうかなと思いますよ。この人向いてないなっていうのは多分思ってるんで。リンさんは期待してくれてるよ。うん、何が向いてるのかってやっぱその分かんないんで、そのために読み切り作品があるというか、トライアンドエラーのトライの部分があるんで、書きやすいなと思ったらそのトライが成功で、でトライしたけど、例えば書いてみてはいいけど全然これを冷静で書ける気はしないと。それはその瞬間エラーなんですけど、そのエラーを拾うことが目的なんで、長い目で見れば成功なんですよね。なんで今まで書いてきたものとは違うものをいろいろトライしていただいて、作家さんのレベルを引き上げてほしいというか、書けるものの幅を広げてほしいっていう思いはありますね。できるかなっていう結構ギリギリな感じですねいつもちょっと遅めですもん ね、 そうですね。でもいいの仕上げますから。そう、関わり始めると早いですよね。そもそもこの課題で真っ当に能力バトルやって勝てるかっていうと、おそらく勝てないと思うんですよ。はい、勝とうと思ったこともないです、うん、フェチ全開のギザ猫も能力でバトった経験はなし。リにはある考えがあった。あくまで目標は最終課題での1位獲得。おそらく最後も何かしらの制限を与えられ、漫画を描くのは間違いない。そこで柳澤さん最終課題でやろうと思っているそのヒロインのキャラクターがすごく色気があって面白いので、そのキャラクターをどれだけ深掘りしておけるかっていう作業をするのは、まあ、得策だろうな。最終課題で使おうと思っていたキャラクターを第3課題にも登場させる。キャラクターを審査員に印象付け、最終課題への布石とする。そっか、最後1位を取りに行くための訓練だと思ってるんだもん、ここは。そのためにも審査員にもう一度読みたいと思わせる面白い漫画を作りたい。先を見据えてますね、結構。課題発表から1週間でラフなネームを書き上げた。素早いですね。舞台は文明が死に絶えた後の終末世界。体が自在に武器になる宇宙人デコルテと母を宇宙人に殺された警護の話。ここからリがブラッシュアップする。子供が一人こう取り残されているシーンで、警護が何を思うかって自分と重ね合わせるわけじゃないですか。リが指摘するのは子供が離れ離れになっていた母親と再会を果たすシーン。ここに母を殺された警護の感情も入れ込みたい。2個目でその子供が降りている、はい、3個目がママって言って泣いてる子供のより、で4個目に警護の表情、リのアドバイスを受けギザ猫が修正。警護の寂しげな表情を入れ、さらに自身が母親と別れたシーンを回想で入れる。小さな変更だが読者の感情を揺さぶる印象深い1ページに。揺さぶられた。あれがあるとないとで全然違うんだな、確かに。
話のテンポ自体はめちゃくちゃ良かったです。読みやすかったなっていうふうに思ったんで、で、しかし意見の食い違いが生まれていた。技名嫌なんですよ。なんか考えたんですけど、絶対技名あった方が決まるんですけど、私技名がちょっとそれでこんがらがったんですよ。それがちょっとあって、バトル漫画と能力バトル漫画を分ける最大のポイントって名前があるかどうかっていう。それは技名。能力バトルというテーマ上、技名があった方がいいという理と、技名があるとポップに見えて世界観を壊してしまうというギザ猫。この日から技名ありなしバトルが始まった。技名全部消しますね。じゃあ、いや、技名はそれは、いや、別に稽古が言う人ないんですよ。いいんですけど、技名が出る雰囲気じゃない気があっていいと思いますけど、めちゃめちゃ褒めてるな。僕は何一つそこに違和感を感じないので。もう嫌だ。今回の題材には似合わなすぎて正直嫌でした。マジでダークな雰囲気がめちゃめちゃ明るいコミカルな形になりました。漫画は分かんなくなりました。なるほどね。何を言ってんだこの人はってめっちゃなってました。ギザ猫リタッグ、思わぬ意見の食い違いで先行きに黄色信号が点滅していた。やばい、まね、あ、すごいな。人間関係ってやっぱ一瞬で崩れるんだな。そうなっちゃうよねと悩む漫画家たちのために、ジャンププラス編集部は特別体験を用意した。ある漫画家さんの職場に行って聞きたいことを質問できる質問会っていうのを行います。すげえな、マジで。私も行きたい。私も行きたい。その漫画家とは賀来裕二先生。累計発行部数360万部超え、地獄楽の作者。本作はテレビアニメ化も決まっており、連載が終了した現在も大注目のバトルアクション漫画。その作者である賀来先生に新人漫画家たちは質問をさせていただく。まずは、一番余裕はないと思ってます、6人の中で、ね。企画がまとまらず、ネームが書けずにいた林。企画どこから作ってますか？あ、そうですね、それも順序もクソもないというか、もう思いつくしかないし、月並みに聞こえるかもしれないですけど、もうとにかく楽しければいい、自分が好きになれれば何でもいいと思うので、はい、あ、なんかこれ書きたいんだなって思うんだったら、まあ、そこからもうとにかく何でもいいからとっかかりと思って始めるっていうのが、まあ、結果一番幸せなんじゃないかなって気がします、ね。さらに李と意見が食い違い、自分を見失いそうになっていたギザ猫は、今のその若者に受けを狙うのか、それとも自分の好きなものを突き通すのか。三浦先生と対談させていただいた時に、話の中で僕が一番すごく感銘を受けたのが、まあ啓蒙をするつもりで書く。感覚としてはまだみんなが知らないけど俺だけが知ってるこの面白いものをお前らに教えてやるよっていう、ちょっと自分が迷った時、あ、啓蒙啓蒙って、俺が好きなものを人に教えてあげる、みんな知らないだろうからっていうつもりでなんか書いていく。参考になりました。そして映画ずっと見てなんか思いつかへんかなって思って、未だインプット作業を続ける藤田には、手数を動かすしかないんですね。ひたすらアウトプットを繰り返す、もちろんアウトプットだけやってても枯渇してきちゃうので、インプットも繰り返す。だからもうアウトプットとインプットの代謝をずっと繰り返し続けると、やっぱりおのずと質問上がるっていうふうには思うので、無我夢中でインプットとアウトプットを、はい、繰り返すだけっていう、はい。漫画家志望の人はみんな見た方がいいね。みんな見た方がいいな、うん。息もつかせぬバトルシーンの連続。いい、地獄楽の作者賀来先生から最後にバトル漫画の極意を教えていただく。バトルものを描くときって、迫力のあるシーン描きたいなって思うんですけど、そいつが今何をしてるのかっていう、その例えば戦いの流れであったり、一緒の流れが分からないと読んでる人の気持ちも上がっていかないと、分かりやすさがないと思うんだなっていうふうなのは、あの地獄楽描いていて結構実感としてあること。賀来先生の言葉は新人漫画家たちの心にどう響いたのか。ストレートに響いた。課題提出まで残り1週間、一心不乱にネームを書く藤田。来た来た。インプットしたものをひたすらアウトプットする。
凛さんが面白くない顔したら嫌やなって、それだけなんで。能力バトルに戸惑い、全くネームが進んでいなかった林畠山タッグ。絵が引くもの変わっ、引くものってか、なんか影も形もないよねでもめちゃめちゃ面白いんで。考えていたプロットは全て捨て、全く新しいネームを作り上げていた。前回こう上位に入ったからなおさらっていうのもあるんですけど、なんかもっとちゃんといい話を書かなきゃっていう気持ちに多分なってしまっていて、いろんなキャラクターの心が複雑に重なるようなちょっと難しいお話を考えてたんですけど、あ、私が書きたいのこっちじゃないなっていうのはすごく思った。作品は人の心が読める少年と魔法少女のお話。ポンコツな魔法少女と人の心が読めることで苦しむ少年、二人の関係性や感情を丁寧に描いた。ここからブラッシュアップする。これ多分モノローグが多いところになっちゃうから、逆にこれ一コマ大きく絵を出すようなイメージにしちゃってさ、うんうん、全部まとめちゃう。あ、そうそうそう。あ、それでもいいかもしれない。畠山が指摘するのは、人の心が読める少年のモノローグ。感情の流れを複数のコマで表現しているが、一コマにまとめるよう提案。すると、少年の抱える苦悩や乱れる感情がより伝わるようになった。印象的な。自分がその迷ってる、悩んでる時に、ずっと頭の中でいろんな考えがずっとあって、その感じが心が読めちゃって、いろんな情報が頭に入ってきてパンクしちゃうっていうのに繋がったんだと思います。前までの双子はこっちがこう、こういう風にしたいっていう風なのに多分付き合わされちゃってるようなキャラクターだったんですけど、今回のはその魔法少女のキャラがどんどん引っ張っていってくれたんで、それで多分やりやすかった。なるほどね。そこまで考えてきてなかったら生まれなかったみたいな感じで言ってたので、その前まで作ったものも意味はあると思いますし、大志さんがもう熱がおそらく出そうなぐらい頭を悩ませてくれたから生まれたアイディアだなと思ってます。一方、技名ありなしバトルを繰り広げていたギザ猫リタッグ。またやってんのここ譲れない部分なんですよね、多分お互い。なんか技名絶対出さなきゃみたいので、めちゃめちゃなんか縛りがありますね、自分の中で。わかりました。能力名捨てますか。この代わり、技出す時の絵面だけ超こだわってください。構図とかだったら何でも、 もうお任せあれって感じなので頑張ります。これ技名なくていいですって言われた瞬間がもう救いでしたね。めちゃくちゃ嫌でした、本当に嫌でしたどうやらギガネコさんは多分そこをあんまり楽しんでは書けないし、あの世界観との整合性みたいなのが疲れなくなっちゃうんだったら、僕は外しましょうっていうところに言っただけで、結局作家さんができることしか漫画の画面には反映されないので。技名ありなしバトル、ここに終戦。ギザネコに迷いはもうない。セックスとかの単語があるだけで食いつきません。どんな理由でもいいからページをめくらせる努力をしろっていう。私ミリオンタッグ前本当に全然読み切りが書けなかった時期で、それを打破したくて応募したっていうのがあったんで、こんなに書けてること自体嬉しいし、すごい、あと漫画を書くのが楽しいなって思えるようにまたなったのがすごい嬉しいです。締め切り4日前、この日は第2課題で1位に輝いた藤田にご褒美が渡される日。そうだ、そうだ。そのご褒美は、これでどうも遠藤さんに書いてある。やった。少年ジャンププラスの閲覧数、コミック部数、次々と最高記録を更新する超人気漫画スパイファミリー。その作者である遠藤達也先生から漫画制作のアドバイスをもらえる権利。藤田からの質問に手紙で返答をいただいた。読みやすさに関して考えていることを実際に行っていただき教えていただきたいですと。僕はセリフのようを減らそうと意識しているようにしています。あえてひらがなのままにして分かりやすくする箇所も増やそうと意識しています。吹き出しの線や背景の線とキャラの線、区別がつくように線の太さや角度、濃度を意識して書いています。お忙しいと思うんですが、週にどれくらいのインプット作業を行っていますか。今でもバラエティ番組はずっと見続けていますと。だから旧番組では録画してみていますし、録画前も基本テレビには流しっぱなしなので、大量にバラエティを見続けていると思います。バラエティ
マジめっちゃ見てるの。さらに漫画の執筆に役立つアイテムを一つプレゼント。君のリクエストのパンをありがとうございます。スマートフォン。ガラケーだった藤田にスマホが渡された。藤田さんガラケーだったんだ。この小さい画面でお客さんがどういうふうに読んでいるのか、そうですみたいなことは学習してほしいかなと思いますので。さあここから藤田もラストスパート。しかしその後行われたネームのチェック、うん、この作中内で最大限のピンチをモブキャラが救ってどうなんだろうね。見たこと伝わる？うん、わかります。この会話混ぜ込むんです。このシーンを混ぜ込むの気持ち悪くない？わかります。重要なことなのにこんなさらってやっちゃうとさ、なんかどっちを見ていいのか分かんなくなるんだよね。これは全部統一してくださいねって話で、ここまで面白かった。ここまで、まあ、直していこう。ちょっと待ってください。何絶対直した方がいい。うん、いやそれはもう絶対直した方がいい。絶対だ。面白くしよう。締め切り4日前、50ページある漫画の32ページが書き直しに。時間がある限り面白い漫画を追い求める。ちょっと待ってくださいって言ったわ。翌日藤田を訪ねると、今嫌ですね、締め切り間際なんで。そうだよな。ギリギリの状態で戦っていた。そして林畠山タッグにも問題が。夏井さんと被ったんですよ、魔法少女が。え私、魔法少女描きますって言ったら、うわみたいになって自分ですみたいな。被るのか。こちらはネタ被り。バトル漫画が苦手な3タッグ、困難の先にあるのは連続ランクインかランク外か。うわー酷だな。最後の最後でネタ被りっていう、被っちゃいけないってことはないんでしょうけど、うん、要は比べられちゃうってことですね、並べて、うん、唯一無二でありたいだろうしね、うん、難しそうではあるよな。ここでまたメモがあるんですけど、はい、藤田さんは最初書き上げたネームの半分以上凛さんからやり直し指示されましたね、はい、そしてギザネコさんの方は、はい、書き直しを含め計300ページもネームを書いたそうです。そして林畠山タッグは直接打ち合わせをすることが多かったそうなんですよ。でしかも毎回あの畠山さんが差し入れを、あ出た、なんか前回もちょっと話題になったね、はい、そうなんですけど、林さんが一番喜んだのはフルーツサンドだそうです。うまいんだよな。そして今回の地獄楽の角裕二先生のアドバイスがありましたね。編集者さんの言葉も参考になると思うんですけど、自分たちと同じ業種、同じような視点を持った人からのアドバイスってなると、ね、全然違うもんね。そうですよね。ということで最後は番組恒例の企画でございます。石橋さんの一言次回予告のコーナーです。石橋さん、次回の見どころを一言でお願いします。はい、好評なのこれ。大好評です。これを見に来てるという視聴者さんもたくさんいます、はい。ミリオンタック次回の見どころは、はい、惜しいし玉田タック涙、こうご期待。泣いちゃう。苦戦するなこれは。かける気持ちが何書いても諸外名か。私が大丈夫今から。14分前でしょ。ベタって言う一言では片付けられへん魅力が完璧じゃん。僕は泣きました最後。入った。いいだ。